はい、どうもこんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は夏祭りに向けたガチャガチャ3つ回してきましたので、早速開けていきましょう。まず最初に紹介するのがこちら、夏祭りマスコット2ですね。もうタイトル通りね、夏祭りの商品ということなんですけれども、この中にビニールプールのラムネですね、これが入ってるんですよ。これがどうしても欲しくてね、回していきました。動画でもね結構言ってましたけど、何が出たのか開けていきましょう。はい、というわけでまずはラインナップ、夏祭りマスコット2、 J-DREAM さんから発売のガチャガチャですね。一つ目が釣り針付きヨーヨー釣り、ボールポイ付き金魚すくい、そしてスーパーボールすくいヨーヨー釣り冷やしラムネということで、このねビニールプールが欲しかったんですよね。これがなんかいいですよね、なんか昔っぽくて家庭っぽくて。でこっちのはどっちかっていうとお店の縁日にあるような感じですよね。さて何が出たのか見ていきましょう。それではいきますよ、せーの、はい。というわけで釣り針付きヨーヨー釣りが当たりました。いやー、ラムネ来なかったですね。ちゃんとね別パーツで釣り針が入ってるんですよね。中を開けるとこのようなケースに入れられたヨーヨーと釣り針ですね。これ確かさ、ここの部分が紙みたいになってて、こうやって持ってこう釣るタイプだったよね。確かこれはやったことがあるような気がするんだけど、この釣り針プラスこちらのヨーヨー釣りの本体ですね。本体を近くで見るとこんな感じで、クリアな造形もすごく綺麗に再現されてますし、この水の部分がレジンですかね、すごくいい感じでクリア感出てるんだよな。横から見るとこんな感じで、背面は特に何もないですね。これでもこのヨーヨー自体がすごくよくできてますよね。この柄の入り方がなんかいかにもありそうで、すごく気に入りました。ただこれ釣り針はついてるんですが、ここレジンでできてるんで引っ掛けることはできないんですね。あくまで飾りっていう形だけど、こういう小物がついてるのがまた嬉しいですよね。というわけで夏祭りマスコット2からはこちらのヨーヨー釣りが当たりました。続いて紹介するのはこちら、綿菓子マスコット2ですね。こちらは綿菓子を作る機械が入っているということで、すごく気になって回してみました。それではまずラインナップ確認していきましょう。はい、というわけで綿菓子マスコット 2J-DREAM さんから発売のガチャになります。1つ目が棒綿菓子、2つ目がカップ綿菓子、そしてこの3つがいいんですよね。綿菓子作る機械、綿菓子機っていうんですね。それの色違いが3種類、計5種類のラインナップですね。どう見ても綿菓子機が多いですから、これは外さないと思って回してきました。それでは早速中確認していきましょう。それではいきますよ、せーの、はい。一番馴染みのないカップ綿菓子、子供の頃こんなのなかったんだよな。5分の3でさ、機械なのになんでこれかな。まあ可愛らしくて今っぽくていいんだけどさ、どっちかっていうとやっぱ懐かしいの欲しかったな。まずは開けていきましょう。はい、というわけで並べてみました。中にはこんな可愛らしい綿菓子が入っていましたが、残念ながらこういう綿菓子知らない世代なんですよね。今時の綿菓子ってこんなにポップで可愛いんですかね。はい、というわけでこんな可愛らしい綿菓子が当たりました。実物を知らないだけにちょっとリアルかどうかはわからないんですが、皆さんはこれ知ってますか。はい、というわけで全体をぐるっと見るとこんな感じの出来になっていますね。リアルかどうかわかんないけど、どうなんだろう。正面には何かステッカーのようなものが貼ってあって、中にはカラフルな綿菓子が入ってる感じですね。今綿菓子の色ってこんなに種類がいろいろあるんですね。
すごく可愛いは可愛いですね。はい、というわけで今回は綿菓子マスコット2からこちらのカップ綿菓子が当たりました。ちなみにこのターンテーブルはだいぶ前に買ってあったんですが、ターンテーブル自体のレビューをしようと思いながらもなかなかできなくて、結局もう使っちゃいましたというわけで次の商品行ってみましょう。続いて紹介するのはこちら、縁日マスコット2ですね。これも名前の通りね、もう夏祭りそのものの商品なんですけれども、こちらはですね、あんず飴とか、あとはスマートボールが実際に遊ぶことができるらしいので、その2つ狙いで回してきました。それでは早速中確認していきましょう。はい、というわけでまずはラインナップ、縁日マスコット2ですね。1つ目があんず飴のシルバー、そしてオレンジ、チョコバナナにべっ甲飴、そして遊べるスマートボールですね。これちょっと楽しそうですよね。で、やっぱり馴染みがあるのはこのあんず飴。子は夏祭りで必ずすもも飴を食べていたんですけれども、この氷に乗っかったね、あんず飴、すごく出来が良さそうなので、これ欲しいんですよね。それでは早速何が出たか見ていきましょう。それでは行きますよ。せーの、べっこ飴。一番馴染みないんだけど、べっこ飴って売ってたかな。いやー、今回はことごとく外すな。可愛いけどね、でも外してばっかりだ。さあ早速開けていきましょう。はい、というわけで中を開けるとこのような可愛いね、べっこ飴が入っていました。っていうか1個取れてんだけどまあ食べかけというか食べ終わったみたいでいいかもしれないですけどはい、というわけで全体見るとこんな感じで、クリアパーツでかなり綺麗に可愛く作られているのが印象的ですよね。そして色は3つ、3種類ですね、ありまして、赤っぽいのとオレンジ、ブルーの3種類ですね。で、造形的には星のものとハートのもの、ただハートに関しては逆さになっているので、ちょっとお尻みたいに見えてしまいますね。はい、というわけで全体見るとこんな感じで、裏見るとわかるんですけど、ちょっとね、くっついてるだけなんですよね。芯に刺さってるわけではないので、外れてしまうのもしょうがないかなって感じしますね。でもクリアパーツも綺麗ですし、造形も本当飴っぽくて、なかなかよくできた商品ですね。デザイン的にはすごく可愛いので、なかなかいいんじゃないでしょうか。というわけで、今回、縁日マスコット2からは、こちらのべっ甲飴が当たりました。はい、というわけで、今回は夏祭りにちなんだガチャガチャ3つ回してきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、今度希望するものが出てこなかったので、またね、夏になる前にリベンジはしていきたいと思いますが、どれもね、可愛くてすごく出来はいいので、どれが当たってもね、なかなかいいんじゃないでしょうか。おすすめなガチャガチャだと思います。というわけで、この動画が良ければ、ぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。